コスタリカ、サンタアニータの UNSHB。生産地、コスタリカ、サンタ、アニタ農園。品種、カプーラ。生成方法、フルウォッシュド。やや小粒ですが、粒葉揃っており、欠点豆葉普通な感じ。ミディアムロースト設定。フラッシュの設定を間違えており、撮影に失敗しました。室温が下がったため、位置ハゼが12分以上かかっています。シキロースト設定。撮影失敗理由は、フラッシュの設定を間違えてしまいました。暖気が弱かったので、TP が低く、位置ハゼが13分超えです。ルワンダ、ブフコーヒー、アナエロビック。生産地、ルワンダ、南部県、南山鹿部、ウブムエ水仙処理場。品種、ブルボン。生成方法、ウォッシュド、アナエロビック。欠点豆葉やや多め、見た目葉、普通の豆と変わらない感じ。ミディアムロースト設定。焙煎時間が長かったためか、深めの色合いになっています。冬用に、全体的に火力を上げたプロファイルを作成し、余熱を高くして、TP を高めにしたにもかかわらず、位置ハゼ12分弱と長めです。シキロースト設定。なかなか美味しそうです。室温の影響を受けやすい焙煎機ですし、火力ももう余裕がありません。結果的に、焙煎時間が長くなったのですが、風味が弱く、甘みの強い感じになるのかな？アナエロビックも、どんな感じなのか楽しみです。